アヒレス・フォン・ブランデンブルク、または、アルブレヒトアヒレスは、ブランデンブルク・アンス・バッハ編強迫、ブランデンブルク・クルム・バッハ編強迫、ブランデンブルク選定公フリードリヒ一世と、シモバイエル・ナンツ・フート公フリードリヒの娘、エリーザベトの三男。ブランデンブルク・クルム・バッハ編強迫・ヨハン、ブランデンブルク選定公フリードリヒ二世の弟である。 1440年の父の死後、アンスバッハ公領を継承した。しかし、彼が抱いた、フランケン公創設の計画は、特に、ニュルンベルクの抵抗によって頓挫した。1457年に、長兄のヨハンの退位を受けて、ブランデンブルククルムバッハ公領を相続した。また、1470年に、時系のフリードリヒ二世も退位すると、 ブランデンブルク選定校くらいをも獲得した。こうして、フランケン地方における法園ソレルン家の全所領が、アルブレヒトのものとなり、当時の有力諸公の一人となった。フクエナのアヒレスは、後の教皇ピウス2世が授けたものである。彼は戦争司令官として、あるいは外交官として、政治上の活動を続けた。彼が、ブランデンブルクの統治権を手に入れた後、 1472年に、年来のポンメルンとの戦争集結に成功した。1473年に、法エンソレルン家の家内法として、ディスポジティオ・アキレアを策定した。これは、ブランデンブルク選定校領の分割について、文書化して定めたものである。この文書は選定校くらいについて、その時の最年長の息子だけがこれを継承することを、定めた。 少年、アルブレヒトは、ブランデンブルク選定校くらいの第一、相続人として、長男のヨハン・ツイツェロを指名した。1460年に、アンスバッハを宮廷所在地と定め、1469年には、ゼッケンドルフの霊園であったトリースドルフを獲得した。トリースドルフは、後にブランデンブルクアンスバッハ編脅迫の狩り場となる。1486年、 マクシミリアン一世をローマ王として選出することとなるフランクフルトでの帝国会議で重病に倒れた。その後回復できないまま1486年3月11日にこの地で亡くなった。同年6月19日にハイルスブロンの修道院教会に葬られた。医療は3人の息子に分割相続され、ブランデンブルクはヨハンツイゼロがアンスバッハは フリードリヒ2世が、クルムバッハはジークムントが相続した。1445年に、バーデン編共白ヤーコプ1世の娘マルガレーテと結婚。1457年10月24日、ザクセン選定校、フリードリヒ2世の娘アンナと再婚。ありがとうございます。